本日はアマソナの16サイズのハンドバッグをご紹介したいと思います。こちらのサイズというのはこのアマソナの中では一番小さいサイズとなります。この16の次が23、その次28、あと36っていうね大きいサイズもございます。東洋人の方には比較的この16や23、一番大きくても28までがね人気があるようです。36は身長の高い方、あと欧米人にね人気があるサイズとなってます。最近の、入荷としてはこちらのお色オレンジ、これビビットオレンジでとってもねアクセントになって可愛いなと思うんですけれども、こちらとプレイグリーンっていうねちょっとグリーンのトーンがかかった、ベージュっぽいお色と、あとボトルグリーン、深みのあるねグリーンと、アボカドグリーン、もうちょっと明るめのグリーンですね、の4色がよく入荷してきています。あとこの面のところがファブリックになっている、ジャグワードっていうタイプもありまして、そちらはネイビー、タン、カーキなどが入荷がありましたが、今ネイビーね一つ確保できております。16、23あたりは本当に人気があるのですぐなくなってしまって、先にね入荷と同時に購入して確保しているという状態です。こちらはバッグ小さいんですが、ストラップは太めのものがついています。このファブリックなんですが、レーザーとのコンビネーションのねものですね。これここにロエベ刻印がこうやってロゴがしてあります。こちらは文字がねこうやってプリントされておりまして、レザーとファブリックコンビネーションです。裏はねこういう風になって、また模様が違うところがちょっとね可愛いですよね。でこのロゴもねちょっと主張がしてますけど、ファブリックでこういう感じなのでちょっとカジュアルな感じにも使っていけると思いますし、バッグだけでレザーのねこの良質な質感を楽しんでいただくっていうこともできます。でアマソナシリーズは皆さんご存知のようにこのキーがねこうやってついてて、鍵がね2つついていまして、これもレザーとのコンビネーションで、ここにもねロゴが今シール、プロテクションシール貼ってあるんでちょっと見づらいですけど、ロゴが刻印されています。で、このストラップですけれども今中くらいの長さになってまして、この分余裕があるので全部長くすると身長の高い方でも使えるぐらいのロングで斜め掛けを余裕でねしていただけます。で私も身長そんな高くないんですけど、今のこの長さで斜め掛けやショルダーとしてね使っていくとちょうどいい長さかなと思います。そしてこのモデルなんですけど、アマソナっていうのは定番で昔からありますけれども、サイズも揃えてあってカラーも揃えてあって、いろんなサイズやカラーをコレクションというか色違い形違いでねサイズ違いで揃えて楽しんでいただくっていう方法もあるかと思いますし、実際そういう方もいらっしゃると思います。お値段もこれ今35% オフになっているので、ちょっとお手頃価格でね、なるべく低価格でお財布に優しい価格で提供させていただいております。本日アマソナ16の、レザーオレンジをご紹介いたしました。